登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、ここからはアウトドアコーナーです。登さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、鶴巻登です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、大戸裕二さん、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました最高です、うん、曲、うん、ブラックドッグ、うん、レッドゼッペリン、うん、はい、黒犬ですね、ロバートプラント ね、はい、今日の湘南、うん、膝セットもも、うん、まあちょっとスモールが続いてます。いつも通りですか、うん、しかしまあちょっと風波で、うん、ちょっとずつ上がってきて、うん、私が、天気予報チェックしたところ、金曜日の午前中が、うんうん、いい感じ、ちょっと気持ちよくなってくるかな、うんうんうん、まあ、なんでかっていうとね、南南西ってずっとこう温床が続いてて、うん、海風で、うん、ちょっとずつ波のサイズは上がってきてるんですけども、うんうんうん、あの温床はやっぱり面が良くない、うんうん、ガタガタの面でサーフィンするようになってくる、うん、なるほど、揃ってないってことですか。で、うん、でこれが海風から陸風に変わるんですけど、うん、それがまあ陸風っていうのは海から吹くってことですか。うん、陸風っていうのは陸側から吹いて、ああなるほどね、海に向かって、海に向かって吹いて、まあそうですね、そうですね、そうすると、うん、こう波は海側から入ってきて、うんうん、風は陸から吹くから、ね、抑えられて面が綺麗な、面が立つということですか。後ろからこう来るとバシャバシャの波に入ってきて、なるほどね、まあそういうんで、あ、まあ、風が変わって北風になり、うん、はい、でもまあ、 あの予報ですから、予報ね、うん、予報を見たとこでは、8月の25日金曜日、うんうん、9時から11時が北回り、うん、だここをピンポイントで抑えると、うん、ちょっと調子のいい、うんうん、サーフィンができるんじゃないかと。で、まあ、箱って言って、うん、潮位、潮の満ち引きの深さも関係してて、干潮満潮のやつですか。で、その潮位も、今言った9時11時は、うん、97センチから51センチに態度が低くなるんですよ。低くすると、うん、海底のこう起伏があるところで、うん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 、波がポンと上がったりするんで、浅い方が、まあ、反応しやすい。そうなんだ。で、まあそれもあるんで、時間が、まあ、ピンポイント9時から11時かなっていうようなところ、おすすめ。はい、はい、好きな人はその時間に集中するってことですか、ね、うん、はい、まあ、天気予報なんで外しちゃったらごめんなさいなんですけど、まあくまでも予想というところで、うん、ね、うん、この辺がいかがなもんでしょうかって感じですね、うんうん、してして今週末、うん、鴨川にある、うん、カヤックサップガイドのセタス、うんうんうん、笠原さん代表と、うん、スーパー G 鶴巻さん、うん、の前、スタジオにも来ていただきましたよね、うん、そうです、ね、ゲストで来てもらいまして、ね、合同イベントで、はい、サーフ&サップツーリング、うん、アット千葉内房、うんうん、っていうような、ね、まあキャンプサイトがビーチつなぎで、うん、まあ、海があって砂浜があって、うん、その上が芝生 で、うんうん、でその芝生のところに結構車ごと乗り入れられて、うん、でテントが張れて、うん、でバーベキューができて、でそのままそこから、まあ、カヤックとかサップで海にババーッと漕ぎ出せるようないい場所があるんですよ。あ、いいですね。で、まあ、そこをちょっと本拠地にして、うんうんうん、でその東京湾の内房って言って、まあ、ほうほう、東京側ね、はまだ結構人があんまり行かないようなポイントが、だから人のいないビーチ、うん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 、手の入ってないビーチ、崖の下みたいな、そういうところがあるんで、まあ、そういうところに、うん、漕いでって上陸して、うん、でまあプシュッとやっちゃうとか、とか、まあ、つまむとかね、はい、まあ、つまむとかね、ね、一杯とか、まあ、なんか美味しいもん食べてみたいな、うんうん、その後また乗るわけじゃないですか。そうなんです、乗るんです、乗るんですか、あんまりピシュッとばかりはできないですけどね、まあ、軽く軽くね、はい、うん、一発ぐらいだったらいいかもしれない、うん、なるほど、で、まあ、そんな流れなんで、うん、ね、まあ、今週末これ内房どんな、例えば どの辺なんですか、うん、こっちから行くと横須賀とフェリーあるじゃないですか、はい、フェリーが横須賀と金谷を結んでるんですけど、はい、まあ、金谷川、金谷、金谷、金谷川、金谷の要するに千葉側の方の、うん、東京湾が、ま、何海岸とかっていう名称はあるんですか。そういうわけじゃない。ありますあります。岩井浜とか、岩井浜、うん、キャンプスのなんつったっけな、うんうんうん、すいません、まあ、ちょっと覚えてないな、だまあ、千葉県内房キャンプで、そうですね、そうです、そうです、うん、でそうすると、まあ、
こう湾が、うん、東京湾の、うん、千葉側は、うん、相模湾と向きが一緒なんですよ、うん、そうするとその南西のうねりが入ってくると、東京湾の中でもちょっと波が立つんで、ね、まあ、あのパドルボードとかだったら当然乗れるんで、うんうん、まあそのうん、スウェルの南西南南西の向きの、うん、まあ、うねりが入ってくれば、うん、キャンプやってツーリングやってサーフィンができますよっていう感じなんですよ、うんうん、で、まあ、ここはあのキャンプ地からスーパーマーケットが近いん で、うん、でかいおどやさんっていうでかいスーパーマーケットがあってそこでいろいろ仕入れてそこは、うん、あの食材が買えるんで、あ、まあ、あの刺身買ったりとか、いいじゃないですか。そうですね、焼き物やる肉買ってきたりとか、まあ、そこで買ってバーベキュー、まあ、そこであの別に海に入らなくても、そうです、そうです、だから飲んで食ってるだけでもいいわけです、うん、夕方合流で、まあ、一杯やって、うん、その海の幸とか、うん、あのバーベキューやって、うん、いいですね、うん、夜な夜な遊ぶのもいいと思います、ね、それ今からでもいいんですか。もちろんあの参加しますって、はいはい、ウェルカムですね、はい、はい、するんですか。あ、うん、行きます。あ、そうですか行きたい方はのぶるさんのところに連絡をしてください。はい、はい、そうです、内房キャンプね、うん、今の話は、はい、内房キャンプで先週ちょっと紹介が中途半端になってしまいました、うん、はい、2017年 ISA の世界選手権、サップですね、うん、でデンマークで行われますっていう、うんうん、9月1日から10日までやってますよ、はいはい、日本代表選手が、はい、何名かあの当然行くんですけども、選手紹介はこの間ちょっとやったんで、うん、まあ、サップサーフィンが男子2名、うん、サップサーフィン女子2名、うん、サップのレースが男子2名、うん、で女子レースが2名、うん、で、まあ、こういう形でパドルボード、あのスタンドアップパドルボードね、パドルボードっていうのもあるんですよ。あのレスキューの人が長いサーフボードに、サップとはまた違うんです、ね、うん、これはまた違うんですけど、うん、それ球場用みたいな、うん、合同で大会をやってて、うん、そこにも日本の代表の人が出てると。で、まあ、今言ったあの選手は、SUPA-japan.org ってここで選手紹介やってるんで、うんうん、あの SUPA のホームページよく見てください、うん、でこの中で、まあ、日本代表してみんな行かれるんですけども、うん、当然皆さん、うん、まあね、まあ、別途仕事やってたり、ね、資金繰りとかもありますから、うん、あのそれの応援も募ってます、うん、で、まあ、これも今言ったその、2017ISA 日本代表応援 T シャツ、うん、3500円するんですね、うんうんうん、SML XL、うんうん、で8月の17日から9月の末までこれ応援 T シャツを販売してますと、うんうん、結構レアじゃないですかね、うん、そうです ね、 ね、うんうん、そうだから、うん、まあ、T シャツあるんで、うん、まあ、チームジャパン、ね、ジャパン日の丸ですけどもね、オリンピックこれはこれで、うん、応援してますっていうアピールになるんで、ぜひぜひこういうのもこれはなんかオリンピックにも伝わりそうですね。だんだんでもこういうやり方が増えてきてますよね。あ、そうですか、うん、そうです。あとデンマークっていうのはよくやるとこなんですか。いや、これは大会の会場は毎年持ち回りでいろんなとこで、だチリだったりデンマーク行ったりフランス行ったり。あ、そうですか、そういうこと、はい、ありがとうございました、はい、さて、来週なんですけれども、うん、先日の7月2日のメイプルハウスでの収録です、うん、ですね、バカバカさ新井さんがね、うん、メイプルハウス最後の収録なので、ね、ライブです。それを流します。お楽しみに。はい、ライブ前の打ち上げです。はい、何が飛び出すか。何が飛び出すか。なのでメールは、お休みです、うん。読めませんので。そうですね、はい、うん、もし来ちゃった場合には次の週に読むかもしれない。そうですね、はい、というわけで、はい、乞うご期待です、はい。今日は大鳥さんありがとうございました。はい、それではまた来週。再来週。バイバイ。バイバイ来週さ、来週バイバイ。お疲れ様でした。ありがとうございました。すいませんでした。最後までお付き合いいただいてありがとうございました。